フルカンコルクマズはトルコのバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズに所属している。ポジションは SF ・ SG。2012年にアナドル FS ・ SK のジュニアチームに入団。翌2013年にトップチームに昇格後、2部リーグのペルターネオール SK にローン遺跡で送られプロデビュー。2014年に復帰した後、 2016年12月に再びローン移籍でバンビット BK に移籍。2月に国内カップ戦優勝を経験。2016から17シーズンよりフィーバ主催で発足したバスケットボールチャンピオンズリーグにも出場し、準優勝を経験。最優秀若手選手賞に選出された。コルクマズは2016年に2016年の NBA ドラフトにエントリーし、 26位でフィラデルフィアセブンティー・シクサーズから指名され、2017年7月4日にセブンティー・シクサーズと正式に契約した。2014年に自国開催のファイーバーをマイナス18ヨーロッパ選手権にトルコ代表に招集され、見事に優勝。翌2015年の U-19 ワールドカップでも3位、入賞。2016年には リオデジャネイロオリンピック出場をかけた世界最終予選のフル代表のメンバーに招集されるもオリンピック出場はならなかった。ありがとうございます。